こちらの3つのお豆になってます。甘い香りがしますね。皆さんこんにちは、ウッドベリーコーヒーの井川です。今日はウッドベリーコーヒーが6月の定期便でお届けする3種類のお豆について皆様にご紹介させていただきます。5月に引き続きどれも本当に美味しくて素晴らしいコーヒーたちなので、皆様にもぜひ飲んでいただきたいです。ウッドベリーコーヒーは都内に5店舗構えていて、コーヒーとオーガニックやビーガンのブランチをお楽しみいただけます。この動画を見て気になるなと思っていただけた方は、ぜひお店にも遊びに来てくれると嬉しいです。それでは本題に入ります。6月の定期便の内容はこちらの3つのお豆になってます。1つはエルサルバドルのトレスポソス農園さんの芸者の品種ナチュラルプロセス、この子が目玉ですね。あとはコロンビアモンテブランコという農園さんの芸者の品種、この子は、コールドファーメンテーションという発酵を加えたロットになってます。ちょっとこうティーライクなフレーバーと、ちょっとジンジャー、この他にこう柑橘、こうレモンのような、そういったこうフレーバーを楽しめるコーヒーになってます。あとはサマーのブレンド、去年も実は販売させていただいてたんですけど、よりアップデートして今回封入させていただきます。ケニアとエチオピアのブレンド、夏らしいすごくジューシーなフレーバー楽しめるコーヒーになってます。それでは実際に今月の目玉のお豆、エルサルバドルのトレスポソス農園さんの芸者ナチュラルプロセスを入れていこうと思います。まずこう豆引いた香りから楽しもうかなと思います。もうすでになんかこう芸者の品種らしいこうフローラルの香り、すごく感じることができて、入れるのめちゃくちゃ甘い香りがしますね。はい、入れるのが楽しみです。芸者の品種はすごくこうフローラルな香りすごく特徴があるんですけれども、まあ、それに加えてこのトレスポソス農園さんではナチュラルプロセスを採用している、僕らの品質管理部の佐藤さんがお知り合いの方でコーヒーのこう香りの研究をしていらっしゃる筑波大学の方がいらっしゃいまして、その方にこう依頼をして、実はコーヒーの香りの成分とプロセスの関係みたいなものを実は一回調べていただいたことがあります。その際分かったことは、こうナチュラルプロセスのコーヒーっていうのはこうリナロールと呼ばれるような香料の成分、香気成分が損失少ない、そういう味作りの方法だよということが分かりました。そのリナロールっていうのが主にこうラベンダーとかベルガモットのような、そういったこうフローラルな香りを楽しめるような実は香りの成分なので、すごくこう芸者の品種にもともとこう含まれている量が多い、実はそういう成分でもあります。なので芸者の品種がもともと持っている香りの要素とナチュラルプロセスってい う, こうプロセスの相乗効果、すごくとっても相性がいい品種と生成の組み合わせなのかなと思っています。香りとしてもやっぱり素晴らしいだけじゃなくて、ちょっとこう芸者の品種はこう1本のコーヒーの木になる、コーヒーのチェリー、果実の量が実は少なくって、なかなかこうそういった意味でも生産のこう少量になりやすい高価値な豆ですね。加えてこうコーヒーの実がチェリーがこうなるまでも早い木だと2年から3年ぐらいでコーヒーの実がなって収穫することができるんですけど、芸者の品種は長いと5年ぐらい時間を要したりするような、そういった意味でも結構生産するのが実は難しい、大量生産がすごく難しい実は品種になっております。芸者だとこうそもそもコーヒー豆を栽培するのが難しい。そうですね、芸者の品種を、育てたからといって、こう芸者の、品種らしいこうフローラルの香りみたいなものが必ず現れるというわけではなくって、こう標高が高いところとか、そういう、こう土壌の条件だったりとか気候の特性、そういったところがしっかりこう噛み合わないと芸者らしいフレーバーというのは実は現れなくって、そういった意味でもすごくこう栽培にすごく気を使う
ってすごくデリケートな品種かなと思っています。今日は、エルサルバドルのトレスポソスさんの1対15の比率、まあ、ホットのハンドリップでコーヒーを入れてみております。トレスポソスさんの、詳しいこう農園さんの情報とか、あとは農園さんの、まあ、ルマンドさんというね、男性農園さんがやっていらっしゃる農園さんなんですけれども、アルマンドさんのことについて、前回の動画、エルサルバドルトレスポソス農園についてという動画で、詳しくお話をさせていただいておりますので、そちらもご覧いただければと思います。それでは実際に入れてみたコーヒーをテイスティングしていきたいと思います。いやー。パカマラというね、品種、すでにこう、僕らこう、取り扱いをさせていただいてて、長らく経つんですが、芸者の品種、ようやくリリースといった感じで、満を持して、僕も飲むのがすごい楽しみな豆ですね。それでは、いただきます。めっちゃ美味しいっすね。はい。まずこう芸者の品種だし、こうフローラルの香りと、あとこうチョコレートのようなすごい甘い後口がすごくこう長く続く非常に美味しいコーヒーですね。産質はこうグレープのようなこう紫系の果実を連想させるような。そんなフレーバーがあって非常に美味しいコーヒーですね。またこうパカマラの品種とはまたこう違った個性を感じる。パカマラの方はちょっとこうスイートスパイス、シナモンのようなフレーバーも感じられたんですけど、こちらこうグレープで甘さ、あとフローラルの香り、液体も口当たりもこう滑らかなので、本当に後口はこうチョコレートのような甘さと滑らかな印象、非常に心地よい美味しいコーヒーに仕上がっていると思います。トレスポソさん以外にも今月は2種類お豆をお届けさせていただきます。一つはコロンビアモンテブランコ農園さんの芸者の品種、同じ芸者の品種ですね、のコールドファーメンテーション、発酵を低温で行っている、そういう味作りを加えた農園さんの豆になってます。すごくこう、芸者の品種特有のちょっとフローラルのフレーバーも感じることができるんですが、すごくこう発酵のニュアンスもしっかり感じることができて、それがこう転じて、なんていうんですね、ジンジャー連想して開けるような、ちょっと生姜のような、少しこう、今回スパイシーなフレーバーも感じることができる。加えてこう、結構テイストはティーライクな印象もしっかりとあって、加えて、産質はちょっとこう、レモンとか、あとこう、ライムを連想して開けるような、柑橘のフレーバー、すごく心地のいい。コーヒーになってるかなと思います。最後の一つがサマーというブレンドです。サマーの中身はエチオピアとケニアのブレンド、実はこの2つアフリカ圏で素晴らしいコーヒーを作る生産国と有名な国の2つなんですけれども、実はちょうどこう、ね、今の時期ぐらいに、港に日本の港に到着して、各それぞれのロースターさんが新しいアフリカ圏の豆入ってきたよって実は続々リリースをする時期、コーヒー屋さんにとってもこう夏の到来を感じさせるような、そんな豆の2種のブレンドでお作りしてます。去年こう実際も販売させていただいてたようなブレンドになるんですけど、今年もより中身アップデートして美味しく飲んでいただけるような仕上がりを目指して作っております。今年の、はい、サマーのブレンドも、まあ、すごくこうカランとベリー転送したような産質だったりとか、あとこうキャラメルの柔らかい甘い後口、こう明るいフレーバーが持ち味のコーヒーになるので、すごくこう水出しのコーヒーともとても相性いいかなと思います。それではウッドベリーの定期便について最後にご紹介させていただきます。生産者さんから直接仕入れることで実現した毎月3種のお得な定期便です。在宅不要でポストに届きます。配送周期とお豆の量もお選びいただけるようなシステムになっておりますので、皆様のライフスタイルに合わせてお楽しみいただけるかなと思います。加えて現在特別キャンペーンを実施中です。折りたたみ式のドリッパーとペーパーフィルターをセットにした初回限定のセットが豆3種 50g と合わせて1980円です。豆だけの場合でも 50% オフの1480円です。2回目からはコーヒー豆3種 50g ずつで2200円、
通常よりも 30% お得にウッドベリーコーヒーをお楽しみいただくことができます。こちらの情報も概要欄にまとめてありますので、ぜひぜひご覧いただければと思います。皆様ご視聴いただきありがとうございました。コーヒーのことや今日の動画のことで気になることがありましたら、ぜひぜひコメント欄にコメントお寄せください。また僕らウッドベリーコーヒーは洋画、渋谷、代官山、荻窪、学芸大学と5つ店舗がございますので、お気軽にお越しいただいてご相談いただければと思います。動画の内容がいいなと思っていただけた方は、ぜひいいねとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。